大島優子。大島優子がママに。本当に出産予定すでに安定期林健人と,と結婚から1年。元 AKB48 で女優の大島優子、33が第一子を妊娠したことが9日分かった。俳優林健と、31と昨年夏に結婚して1年。すでに安定期に入っており、 本当に出産予定。暗い出来事が続く猛暑の夏、久々の明るいニュースが飛び込んできた。優子がママになる。トップアイドルから実力派女優へと華麗な転身を遂げた大島が本当に出産を控えていることが分かった。本市の取材では親しい友人や関係者にすでに報告済み。知人は、 大島さんは幸せいっぱいの笑顔で喜びを伝えていて、周囲は祝福ムードで溢れています、と話している。NHK 連続テレビ小説、スカーレット2019年9月、20年3月の共演をきっかけに、人気俳優の林と約1年の交際を経て作家に結婚。発表時に二人は、この先もお互いを高め合い、寄り添っていける。 そんな大切な存在、とコメント。一年経った今、まさに理想の道を歩んでいる。ベストパートナーを得たことで、夫婦ともに講師とも充実し、仕事も絶好調だ。大島は昨年の NHK 大河ドラマ、青天をつけで、主人公の渋沢栄一、吉沢良一の5歳で切なさと寂しさ、 優しさを秘めた難役の強い女性を講演し、大作のラストスパートを盛り上げた。その後も、幅広い役柄を演じられる女優ドラマ関係者として出演依頼が後を絶たず、10月には人気ドラマの映画化、何人の秘書ザ・ムービー監督田村直美、天魔壮の三姉妹監督北村隆平の話題作の公開がこう得ている。 夫の林も現在放送中の日本テレビ、初恋の悪魔で中野大河29とダブル主演を務め、その演技力で視聴者の視線を釘付けにしている。そんな夫婦にもたらされたおめでた。大島は過去に理想の母親像について、親友のようで同じ目線に立っているお母さんになりたい、と語っていた。 明るくフランクな性格の大島らしい言葉。優しい夫に見守られながら、その夢を叶えていく。今後は体調を見ながら産休に入る予定だ。AKB48 時代、最大のライバルだった前田敦子、31は一足先に一児の母になっている。他の新セブン、メンバーもそれぞれの道を邁進中。 大島の幸せの一歩に祝福の声が寄せられそうだ。大島優子、大島優子、1988年、小63、10月17日生まれ、栃木県出身の33歳。子役として活動し、06年に AKB48 に2期生として加入。選抜総選挙では10年と12年に1位。 初センターを務めた10年8月発売のヘビーローテーションは累計88万枚を超える大ヒットとなった。14年にグループを卒業し、女優に転身した。17年に約1年間、米国に語学留学。1メートル52、血液型 B。